人かあるべしと思い、これまで尋ねまいり、見ればいぶかしき森の中に、一人の姫を中に置き、嘆き悲しむ老夫婦の姿見、死体を聞けば、山田のおろちと申す大蛇によって、八人持ちたる姫を七人までのみに取られ、嘆き悲しみおると、のこと、およそおろちというものは酒を好むものなり、早々や絞りの酒を準備いたし、その酒をおろちに飲ませ、